我が家に代々伝わる竜の兄弟の話をしてやろう。兄は南風の竜、弟は北風の竜、兄弟は天界の守護者として力を合わせている。しかし、ある日を境に2頭の仲は引き裂かれる。どちらが優れているか、些細な兄弟喧嘩はやがて嵐を呼び、南風の竜が弟を地に撃ち落とすことで決着はついた。弟を亡くした南風の竜は天涯孤独の身となったのだ。竜の息から漏れる苦痛と悲哀は幾年もの間世界を混沌へと陥れた。ある日、見知らぬ男が竜に尋ねた。おお偉大なる竜よ、何がお主を苦しめる。竜は答えた。力を求め弟を殺した。だが弟がいなければ我は無力。男はさらに言った。その傷はお主自身がつけたもの。だが傷は癒える。私のように二つの足で大地を噛みしめなさい。地に足つけばいずれ安らぎを得るでしょう。気配も消せない未熟者をよこすとは、拙者も安く見られたものだ。この島田城に侵入するとは、度胸だけは認めよう。ここはかつての我が家、そんなことも知らぬのだ。知っているさ、半蔵。お前が毎年同じ日にここへ来ることも。わざわざ殺した相手を弔いんだ。貴様に一体何がわかる。わかるさ、弟は一族の恥、殺さざるを得なかった。そう自分に言い聞かせているのだろう。そうだ、拙者は務めを果たしたまで。だが弟のことを忘れたことなどない。備え物で弟の源氏が喜ぶとでも思うのか。誠意は行動で示すものだろう。たわけが何様のつもりだ。軽々しく弟の名を口にするな。龍が我が敵を食らう。龍神の剣を食れ。
束の力、どういうことだ。何をためらう。殺せ。いや、死を求める者をほふっても意味はない。生きる理由を探すんだ、アディシャ。まさか貴様は死んだはず。源氏、竜は大地に足を置いた。初めて宇宙世に降りた竜は人へとその姿を変え、目前の男が弟であると気づいた。再会を果たした兄弟は足並みを揃えて共に歩き出したとさ。その姿は一体。俺は新たな自分を受け入れ、兄者を許した。あとは兄者が自分を許すだけ。世界は再び動乱の時、問題はどちら側につくかだ。現世は父上のおとぎ話とはわけが違う。いい加減幻想を捨てろ。幻想だと揶揄されようが、俺はまだ信じている。いずれまた兄者。オーバーウォッチ、2016年5月24日発売。